Ja. Ja, ein bisschen orange. Ja, ja. まずね、一番最初に動き出したのはね、あの花を植えるね、あの会の皆さん方でしたよね。旗を作るのは、あの老人クラブの皆さん方が率先してね、本当に全てがね、微笑ましいやっぱり光景でしたよ。お隣のね、上津江村さんのオートプリスにね、新しくできたホテルがありましてね、全然使わないままのソファーベッド、そしてまたね、この絵画のね、家計までありましたから、全部それをね、レンタルしていただいて、これは本当に高級ホテル並みのね、その準備ができたというところなんですね。ここの放送でもね、あの明日の3時来ますとか、明日の夕方来ますと言って、やっぱりフランスにいるんだから、そんな時間にここにね、着くはずがないのに、そんな放送を流しておりましたからね。まあ一番心配したのは、だから、今日カメルーンのチームはね、福岡に着いたら、中津江村には行かないことになってるよという、田舎のね、村長がすることじゃないとも言われたこともありましたけれどもね。カメルーンの皆さん方というのは空港でね、1時間待つ時間がありまして、その時にね、皆さん方も腕を組んでぐったりしてるんですよね。なんとかしてね、この方々とね、やっぱ親しくなるということが第一番だから、腕を組んでるものを引き出しながら指切りをしてね、これはね、日本では親しいあの仲間、ね、お互いに友情の印でしても、こうやって必死だからね、カメルーンの皆さん方が笑い出したんですよね。高校のね、大分県選抜ということで、まあ、交流ね、試合をしていただきましたけれども、壮行会、もう明日中津江村を出発するという夜でしたからね、選手も村の人も、またあの子どもさん方の踊りもね、本当にも大成功だったと思いますよ。カメルーンが新潟に向かって出発した時にはね、やっぱり皆さん方ね、あちらこちらに問わず、あの旗を、紙の旗を持ちながらね、自分の家族を見送るように、またあれもすごく嬉しくありがたい光景でしたね。そのことでね、流行語大賞になって、小泉さんがその前年度は受賞されてたんですよ。金色と銀色がありましてね、金色をいただきました。そのカメルーンという国をね、日本の方は知らなかっただろうと。ところが日本の方のみならず、世界の人が知ってもらったと。これは村長さんのね、功績だから功労者として、まあこういうふうでね、
スベリエ勲章をあげようと思ってるので受け取ってくださいって。2010年はね、エリニモエってカメルーンと日本の対戦でしたからね、南アフリカのね、大将でもね、横断幕をね、加勢して長く広げてね、このカメルーン頑張れで、もうね、協力をしていただいたような光景でもありました。カメルーンの建国記念日を持ち出しでね、どこか外でやりたいと思うがと言ったから、それじゃもなかジェムラでね、やってください、カメルーンの大使館としてはすごく正解だったと言って喜んでいただいております。今後はまた日田市を中心にこの中ジェムラとともにね、そういうふうな交流が続けられることを期待願っておりますね。芝は綺麗で花も咲く、自然の中の中津江の川面に映る山芽たち、遅れ遅れてこの村にやっと来た来たカメルーン、ララ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 ラ、午前三時のカメルーン、松に待ったよ中津江は、笑顔で迎える村の衆、一夜のうちに日本中中津江村は知れ渡り、花が咲音頭の子供たち、風のハッピーのよくに合う、カメルーン一緒に踊り出し、国は違えどお友達、ふるさといつも笑ってる、ふるさといつも笑ってる、ララ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 